新年明けましておめでとうございます。2021年の新春を迎えました。昨年を振り返ってみますと、コロナ禍という想像だにしない大変な出来事が起こりました。このことによって多くの皆さんが未だになお大変なご苦労をされておられます。私は政府与野党連絡協議会の野党筆頭メンバーとして、そしてさらに今はコロナ対策本部長として、この問題に全力で取り組んでまいりました。雇用調整助成金の延長拡充、さらには家賃支援、あるいは個人への支援など、さまざまな成果を上げることができましたが、コロナ対策は未だに不十分です。特に安倍政権菅政権においては、営業を自粛することと経済的補填の関係が不透明です。さらに検査の体制については未だに不十分です。こういったことも含めて、本年もコロナ対策に全力を尽くしてまいります。また今年の夏には縄文遺跡群の世界遺産登録、このユネスコの会議が開かれます。この夏の会議で世界遺産登録がしっかり実現できるよう、私も全力を尽くしてまいります。さらに今年の3月には函館空港までの高速道路が開通します。こうした高速道路、さらにはクルーズ船の埠頭整備、さらには美容院船の誘致など、公共投資、社会インフラの整備、こういったことについても最大の力で取り組んでまいります。道南地域では一次産業が大変重要な柱です。一次産業がしっかりすることで、二次産業、三次産業も強いものになっていきます。こうした考え方を持って、産業政策にも大きな力を注いでまいります。そしてまた、私のライフワークともいえる人への投資、教育、医療、福祉、生きていく基盤を支える大事な分野です。これも力を抜くことなく取り組んでまいります。さて、昨年菅総理から原子力発電所について重要な答弁を得ることができました。しっかりとした避難計画がない中で、実態として原発を稼働させることはない、こういう答弁を得ることができました。このことを足がかりにしながら、大間原発の建設凍結、これも確実に実現をさせたいと思います。さて、本年は総選挙が実施されます。この総選挙において確実な勝利を収めて、国民の皆様の期待に十分応えられる強い政党を目指してまいります。本年も粉骨最新の努力で、国民のため、地域のため、国のために力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。